注目の若手ボーラー48期生久保田彩香プロ。プロボーラーデビューして5年、これまで3度の優勝を果たし、今勢いがある若手女子プロボーラーである。最初の頃に比べていろいろ自分を見直せて、いらないことは切り捨てて、もういいところだけたくさん先輩プロからもらってっていう感じで過ごしてきた結果が今かなと思います。奈良で生まれた久保田プロ、ゲームやアニメが好きなインドア派少女でした。そんな彼女のボーリングとの出会いは、私はおじいちゃんがですね、ちょうど第一次ボーリングブーム世代の方で、バリバリボーリングをされてた方だったんですけど、家族でみんなで初めて、私の中ではこうスポーツというよりも家族と一緒に遊べるっていうボーリングがすごい印象に残っていて、ボーリング楽しいなっていう気持ちが、もうボーリング始めて10年ぐらいになるんですけど、未だにやっぱり持ち続けていて、おじいちゃんすごいなって思います。教えてくれたおじいちゃんにすごい感謝ですね。2015年プロテストに合格、2016年にはポイントランキング16位に入りトップシードを獲得。2017年には JPBA 創立50周年記念大会で初優勝、続く宮崎プロアマオープンでも連続優勝を果たし、2019年コカ・コーラカップ千葉オープントーナメントで通算3勝目をマークしました。精一杯試合を投げたら結果もついてくるし、それを周りの方たちやファンの人たちが応援してくれて、すごいこうありがたい5年間を過ごしましたし、こういろいろ変化する私をずっと見守ってくださる家族とか周りの環境にすごい支えられたなっていう5年間でした、うん、この5年間の中で一番印象に残っているゲームは、初優勝の時が50周年記念大会だったんですけど、その時が1品差で優勝で、最後の一投9本を倒さないと優勝じゃないっていう、あの緊張感が未だに忘れられなくって、構えてから投げるまでの記憶はないんですけど、それまでの緊張感と不安といろんな感情がこう混ざったあの感覚は2勝目3勝目も味わわなかったので、あの感覚は後にも先にもあれだけかなって思いますし、あの感覚を忘れずにまた投げたいなと思います。カウントダウンの可能性もありますもんね。でも8本、9本、9本でいいんですか、ね、9本でいいです、はいはい、最後どうだ、どうか、あどうか、9本だ、カウントダウン、9本だ、やりました、久保田彩香プロやりました。今のはもう6本でもおかしくなかったんですよ、うん、バケット。ボーリングを離れた久保田プロの素顔はどんな感じでしょうか。そうですね、お休みが1ヶ月のうちにだいたい5日間か6日間ぐらいしかないんですけど、まあ、その日もこう体をリフレッシュする時間に使ったりとか、まあ、整体行ったりマッサージ行ったりする時間に使って体を休めるようにしてるんですけど、もう暇があったら毎日ゲームしてます。関西人だからかもしれないですけど、たこ焼きがすごい好きで家で一人でたこ焼き焼いたりしてます。ボーリングにも一筋すぎるので、私がなのでボーリング一番で二の次でいいよって言ってくれるぐらいこう後押ししてくれる人がいいです、はい、そして今回クラウドファンディングで実現したクリスタルカップ、クラウドファンディングで予想を超える金額を、もう予定の金額よりもさらに多く皆さんに支援していただいてできる喜びって本当にありがたくて、もうワンデーじゃなくてツーデーにしてほしいなって思うぐらい、もうあっという間に一日終わるなと思ってしまうんですけど、うん、皆さんがこう応援してもらった大会だと思うので、みんなで精一杯投げて、もう私が一番だったらいいなってそれはみんな思ってると思うんですけど、うん、全力で投げたいなと思います。
今後の久保田彩香プロに注目です。頑張りすぎると結構空回ってしまうタイプで、自分でそれを実感しているので、自粛になる前の良かった私の姿を見てもらって、あ、久保田帰ってきたなって、あの時の久保田がいるなって思ってもらえるぐらい、今までの自分をまた戻ってこれたらいいなと思います。今の姫路プロと松永プロを超えることが目標です。最後に久保田プロに座右の銘を書いていただきました。好きこそものの上手なれ